ナンバー外アジア進出間近で海外大物丸々と密会、ライズやウェイブイとのコラボとジャクソン1との共演での世界からの評価とは。こんにちは、スコープ芸能です。ナンバー外が発表した楽曲稲妻が8月28日発表の最新オリコン週間デジタルシングル単曲ランキングで初週ダウンロード数61947ダウンロードを記録し、初登場ながら1位を獲得するという快挙を達成し、称賛の声が多く寄せられています。ナンバーガイのオリコンランキング1位獲得は2024年1月15日付と1月22日付にて1位を獲得したゴート、6月10日付でのボンに続いて通算3作目のデジタルシングル1位という特大級の快挙を達成しました。稲妻の初週ダウンロード数61947ダウンロードは自身のゴートに次いで初週ダウンロード数今年度2位を記録しており、これで週間デジタルシングル単曲ランキングの今年度初週ダウンロード数記録はナンバーガイがトップ3を独占することとなり、記録としても彼らの人気は明らかなものとなりました。そんなナンバーガイとライズ、そしてナンバーガイとウェイブイのダンスチャレンジ動画が公開されて日が経った今も大きな話題となっています。この3組は8月22日に放送された NHK ミュージックエキスポ2024にて共演を果たし、番組内のスペシャルダンスメドレーコーナーにてナンバーガイのボンゴライズとウェイブイが参加し、3グループで踊るという奇跡のコラボダンスパフォーマンスはファン内外で大きな話題となりました。そんな話題も冷めやらぬ中、 NHK ミュージックの X 旧 Twitter アカウントから番組の舞台裏で撮影されたナンバーガイとライズ、ウェイブイがそれぞれの楽曲を踊るというダンスチャレンジ動画が公開され、その熱はさらに盛り上がりを見せました。お互いへのリスペクトがふんだんに詰まった3組ならではのダンス動画に対してファンからは、どのコラボも最高、こういうダンスコラボ待ってた、永遠にリピートしてしまうと歓喜のコメントが多く寄せられています。さらにライズは公式インスタグラムにてオフショットを公開し、ナンバーガイと撮影した集合ショットを披露すると、嬉しい共演、めちゃくちゃ素敵なお写真ありがとうございますなど、こちらにも多くのコメントが寄せられています。写真にはナンバーガイとライズがお互いの CD を持ちポーズを決めている様子が写されており、この投稿にも最高すぎる、ご褒美空間ありがとう、お互いの CD をグループを超えてアピールしてるの素敵など、豪華すぎるメンバーの大集合に喜びのコメントが届いています。さらに番組内でのライズの孫ちゃんさんがライブの個人の挨拶で、何をしたらいいと思いますかとナンバーガイに質問する一幕にも注目が集まっています。ナンバーガイの岸さんが楽器を弾く仕草を披露しながら、ソンソソンソソンソソソソソンちゃんとノリノリで自己紹介を考案すると、ソンちゃんさんが素晴らしいとまさかの採用、岸さんとソンちゃんさんの和気あいあいとした様子に会場は和やかな雰囲気に包まれました。ナンバーガイとライズまたコラボしてほしいな、岸くんソンちゃんの挨拶考えてくれてありがとうございますなど、再度共演を望む声も多く上がっています。そんなナンバーガイは8月19日新曲稲妻をデジタルリリースし、公式 YouTube アカウントではミュージックビデオも公開され、まるで映画を見ているかのようなその映像には音楽業界からも高い評価を得ています。ミュージックビデオは全編海外で撮影され、ゲームの中の世界とリアルな世界を行き来するような構成となっています。神宮寺さんがプロデュースした稲妻は9月23日発売となるファーストアルバムナンバーワンのリードトラックとしても話題で、1990年代から2000年代に流行したミクスチャーロックにデビュー作のゴートや和を基調とした人気作品ボンでも聴けるヒップホップ要素が掛け合わされた一曲となっており、妻を連呼するサビのパートは SNS でも口ずさむユーザーが続出するなど、
キャッチーなフレージングも印象的です。公開当日の午後6時30分からはカウントダウン TV ライブ、ライブ夏フェススペシャルに出演し、稲妻をフルサイズで圧巻のパフォーマンスを見せつけました。ミュージックビデオのコメント欄には、 X のポストを見てびっくりしたけど気づけば口ずさむようになってた、中毒性がやばすぎ、ネットで話題になっててミュージックビデオを見に来たら想像の100倍くらい良かった、本人たちのやりたいことをやってほしい、応援してるなどと好意的な意見が寄せられました。そしてミュージックビデオのロケ地となった場所はファンの間でもある話題になっています。7月下旬、 X 旧 Twitter で台湾のレストランで岸さんと神宮寺さんが仕事関係者らしき人たちと一緒にいたという情報が拡散されたんです。この投稿からナンバーガイが台湾でライブを行うと思ったファンもいたようです。3人と同じ芸能事務所 2B 所属の7人組グループ IMP が4月に中国の音楽フェスティバル、7月7日にタイの音楽イベントに出演したので、ナンバーガイもアジア圏で音楽活動をすると思ったのでしょう。ただ実際はミュージックビデオの撮影だったようですね。ミュージックビデオの冒頭には日本語、英語、韓国語、中国語で警告、激しい明滅がありますと表記し、海外ファンにもリーチを広げています。 iTunes ヒップホップチャートでは日本、台湾、シンガポール、フィンランドで1位を獲得するなど驚異的なスタートを切り出しており、さらにこのミュージックビデオの撮影は台湾で行っているといい、台湾での公演が予定されているのではというファンからの憶測も上がっています。ナンバーガイは着実に海外への足を伸ばし、アジアのトップアーティストと日本の地でコラボを果たすなど徐々に功績を増やしています。思えば初の海外フェスコーチェラでも、アメリカでも超有名なアジアのスタージャクソン・ワンさんともコラボレーションを果たしています。コーチェラ出演経験もある X ジャパンの YOSHIKI さんも、世界トップクラスのフェスティバルで世界中のアーティストが全員出たいと思うような舞台です。すごく温かいファンもいるけれど、厳しい意見も出てくるものだから、出演者にとってはある種の物差しにもなると回答。自分が世界の中で今どれくらいの位置にいるかというのを測る意味での物差しかと聞くと、コーチェラに出られるか否かという、まずそこに壁があると思う。自分が出ているので自慢みたいになってしまって言い方は難しいですが、まずは出られるということ自体がすごいこと。コーチェラって世界中のアーティストが全員出たいと思う場所なんです。コーチェラに出たくないアーティストは多分ほとんどいない。コーチェラに出るというだけで世界中からまず名前が調べられる、そういう舞台ですと話しており、スペシャルすぎる場所でスペシャルすぎるアーティストとコラボをしていた実績は今もなお実を結び続けているように思えます。地道に着実にその足を進めていくナンバーガイは、夢のため、そしてファンのためにこれからもその実力をまずは日本全体に見せつけてくれることでしょう。これからの活躍にますます期待が高まります。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。